皆さんこんばんは。 FC 東京クラブナビゲーターの羽生直樹です。現在アワカステイホーム週間ということで、皆さんがおうち時間を楽しめるように毎日選手たちのライブ配信を実施します。今日のゲストはあのスーパースターの長友佑都選手です。どうぞ。うぇーす。おぉ、佑都元気ですか？元気だよ。久しぶりですね、佑都さん。久しぶりだな。余裕あんの、やっぱな。なんすか、余裕あるって。余裕があるよ。全然意味がわかんない。全然意味がわかんない。元気。元気っすね。何やってんの？何やってんの？トレーニングやってます。すごい。どんなスケジュール？でも、練習大変だろ？やれてないんでしょ。いや、練習はこっちトルコのチーム今1ヶ月以上自宅待機になってて、みんな家で。そうですね、自宅でもうトレーニングっていう感じですね。ガンガンもうガンガンやってますよ、家の中で。なんかスケジュールとかもう決まってやってんの？もうこの時間はこうやろうみたいなとこやってんの？やってそうだな。まあそうですね、すごいね。大体まあまあまあ2ブレンというか、まあ分けて午前と午後に分けてやっててみたいな。でも全然ブレんな。全然ブレないな、体感。もう全くブレなくなりましたね。いや、マジもう仕上がってますよ。ああ、そう。うずうずしてるだろ、うん。いや、マジで外で走りたいですね。そんななんだ、やっぱね。まあ、東京もやべえけど。そうですよね、日本もだいぶ。やばいよ。そもそもなんか、スーパースターなのになんでこれ受けてくれたの？ FC 東京の。いやスーパースターやめてもらっていいですか？でもスーパースターだろ。あの佑都がまさかそんなトルコからこんなことになると思わなかったよ、俺。なんすか？どうですか？一緒に緊張しながらさ、試合出たところ時からさ、こんな形でさ、こんな企画、なんかイベントじゃないけど、なんか出ると思わなかったよ。いや、一緒にって、俺は、僕緊張しましたけど、ユウさん全然もう経験すげえあって当時はな。いや、相当緊張したけどな。それこそ復帰とやった試合あったじゃん、ダービーのやつ。はい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 。あれとか明日ダゾーンのなんかで俺と明後日か、はいはい、カジと一緒になんか副音声的に見るみたいな。そう、マジっすか。うん、佑都が出てくれたから俺にも仕事あったわ。いや佑都が復帰止めた試合でも俺にも仕事まで湧いてきたわ。いやいや、もうだいぶ不法もしてたからね。いや、で、だから何？だからなんでまずは受けてくれたんだってみんな気にしてるからさ、あの佑都が。なんで受けてくれたも何も、うん、あれでしょ。もう受けさせてくださいって感じでしょ。だって、いやいや、それは FC 東京の企画で、しかも、ニューさんに会えるわけでしょ、久しぶりに。うん。そんなのいいんだよ、別に。いや、いいんじゃなくて、もう、俺たちは、いや、もう食いつき組のイエスでしょ。絶対やると。それはでも、今、でも、まあ、本心というかは、やっぱこんな状況になっちゃって、何か盛り上げたいみたいな、おしゃれな。おしゃれなの飲むな、まず。そのちっちゃめなやつ。これ、トルコでカップ買ったの。変わった？いいよ。おしゃれ、余裕あんな。何杯飲むの、それで。一杯じゃ足んねえじゃん。いや、やばいっすね。結構俺もうエスプレッソ飲んじゃうんですよ、一日。どう好きで。エスプレッソ超好き。エスプレッソの話、ちょっともうどうでもいいんだよね、正直。だ今あれ、エスプレッソの話じゃないですか、今日。いいよ、もうエスプレッソは。まずは真面目なところから入りたいから、こっちも視界で若干緊張してんだからさ、クラブから委ねられてるから、クラブからお願いされてることもあるんだからさ、まず一回。あ、そうなんですか。そうじゃあ、わかりました。じゃあ、それに反りましょう。そうそう、そう、反りましょうって。だからまず真面目なとこ行けって、なぜ受けてくれたかっていう。いや、だから言ったじゃないですか。東京愛プラスニューアイでしょ、ニューアイ。いや、だからいいよ、もうそれは。いやいや、マジ。あとはじゃあ、そりゃそうでしょ。じゃあ、でもいろんな活動とかしてるじゃん、今。コロナだからこそ。まあ、そういうので、はいはい、
なんていうかな、伝えたいものとかあるんでしょ、やっぱり、もちろん。まあ、伝えたいことというか、まあ、アスリートのね、僕でできることっていうところで、まあ、自分なりに考えては、いろいろやらせてもらってますけど。なるほどね。うん、で、何ができると思う？俺も結構考えるけど、アスリートの価値とかさ、サッカー選手の価値とかさ、うん、今何やるべきこととか、さ、うん、逆に言ったら俺とかは、はいはい、あ、ごめんなさい、いいよ、いいよと。いや、いいっすよ。いやでもまあもちろん今アスリートはやらなきゃいけないこと、あのサッカー選手もそうだし、やらなきゃいけないこともあると思うし、うん、逆に言ったらなんていうか、みんなうずうずしてるわけじゃん、ユートもそうだと思うけど、サポーターの人もさ、はい、当たり前のように週1回2回って試合あったのにさ、それがなくなって、でもだからこそ、はい、やっぱりサッカーとかって、うん、必要だよなっていう、そのみんなのストレス発散の場でもあると思うし、だからこそこう価値ってあるんだろうなって思ったりも してるんだよね、俺は。だそれに向けての準備というか、そういうのもしなきゃいけないし、はい、今やれることと、これからなんかやんなきゃいけないことみたいな使命というか、サッカー選手にあると思ってて。うん、いや、サッカー、マジで偉大っすね。で偉大。うん、なんかこう、サッカーって、なんかこう、生きるためには必要ないんだけど。うん、幸せになるためには必要だなってこう深いな、う深いね、いや本当に思ってて、でこうなってサッカー選手のなんか価値はどうなの、どうなんだとかさ、こう、うん、自分の中でもう考える機会というかね、この時間をもらえてると思ってるんですけど、うん、うん、なんかそう、まあこういう状況になったらサッカーってその生きるためには必要ないなっていうふうにはね、もちろん思うんだけど、まあまあね、うんうん、でもこうやって日々サッカーを楽しみに、FC 東京を楽しみに、長友のプレーを楽しみにしてくれる人いるかどうか分からないですよ。いやいやいや、今となってはめちゃくちゃいるだろう。まあね、あの東福岡で太鼓叩いてる時はねえかもしんないけど、明治だっけ？明治です、明治ですね。今となってはもうすげえだろう。いやいやいや、まあ、でもね、はい。確かに、まあ豊かにするだろうね、サッカーで。うーん、心というか、マインドを変えて、くれるなと思って、うん、そうね、でトルコでもすごいんですよ、サッカー熱がもうめちゃくちゃすごくて、うんうん、だから本当にサッカーがもう人生を彩ってるっていうのが過言ではないというか、本当そうだよね、そのすごい、うん、本当に一部なんだなって、サッカーでみんな悲しんで、サッカーで楽しんで、サッカーで幸せになってっていう、確かに、喜怒哀楽を、うん、本当にまあこういう世界のいろいろこう経験させてもらって、もうサッカーないから病んじゃってる人とかいそうだもんな。いやいや、絶対いると思いますよ。そうだよな。うん。なんで、まあ、そのサッカーにまず出会えて、こう、もうプロとしてやらさせてもらってるっていうのは、マジ幸せなことだなと思うと同時に、なんか、まあ、自分で言うのもなんだけど、まあ、多少なりともその自分がね、これまで積み上げてきたこの影響力っていうものが、で、まあ、もちろん自分がね、この、まあ、日々のトレーニングを含めて、自分の努力っていうのもあるんだけど、これやっぱり応援してくれる人とか、サッカー自体にこの影響力がなければ、うん、まあ今の自分は確実になくて、うん、うん、でこのだからこういう状況こそもうそのアスリートだったり影響力ある人もらってる人っていうのは、それをなんかこう返す時間なんだなと思うんですよ、うんうん、何かできる、その影響力で何かできるっていう、すごいね、本当そうだよね、でも確かに本当そうですよ。だってサッカーが人気なくて、誰もなんかもうほとんどファンがいなくてとか、うんうん、もちろんそれは日本代表でもそうだし、まあまあ J リーグも東京でもそうだし、うん、なかったら僕らいないですからね。いやそうだろうね、それはそうだろうね。いや本当にそうですよ。そうだよね。じゃあありがとう、うん、感謝しよう、そこは。いや本当、いやマジでありがたいことだなと思って、これだからそうそう、ちょっと真面目な話になるけど、これ本当当たり前じゃないなと思ってさ、うん、そうだからちょっとまあ自分にやれること、この今までまあまあ積み上げてきたものとか、そういったものでまあもらってきたもので、みんなからもらったもので返していくっていう、何かできることでね、自分、うんうん、成長したな、成長した、
それは。本当ですか？大したもんだ。あの時はもう左足のクロスの練習しかしなかった、お前。そんなこと考えてなかった。居残りのもう左足のクロスしかやってなかったから。いや、僕のあの当時の左足のクロスどうでしたか？いや、最初やべえなと思ったけど、すげえなと思って。おもちゃやった。いや、でも、よう練習するなと思ったし、うん、いや、飲むな、エスプレッソ行って水行って。いや、だってもう水4本置いてるから、ここ。いやいやいや。あ、これ、今、殻があるから、これ。4本置いてる。いいんだよ、そういうのは。いや、やっぱトレーニングして、やっぱ水分ってもうマジ取らなきゃいけないから、もうガッツリ取ってる。そこね、そこにね、うん。でも逆にエスプレッソだったら、あれなんじゃないの、利尿作用で、あんま良くないんじゃないの。まあ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 、ニューさん。ここは、違う、リラックスを求めてるんですよ。リラックスを求めてるんですよ。で、トレーニングする前に僕、試合前もあのエスプレッソ飲むんですよ、2杯ぐらい。それさ、かぶれてんじゃん、絶対。東京の時そんなことやってねえじゃん。って思うじゃないですか。うん。かぶれてます。そうだよね。絶対そうだよね。絶対それはそうだよね。これね、ニューさん、俺、マジでコーヒー大嫌いだったの。あの日本にいる時、コーヒー、もう本当嫌いだったんだけど、マジでイタリア行って、イタリアでこの、ほんまに本場のエスプレッソ飲んで、マッシモ？マッシモに教わった？マッシモに。もうマッシモ言ってたのよ。言うと、お前、エスプレッソ飲んでたの。なんでエスプレッソ飲まないんだと。で、ずっと、ほんま言われてたの。プゼーナ行った時に、マッシモに俺、ね、当時連れて行ってもらったからさ。で、その時にまあ言ってたのよ、エスプレッソ、マジで、お前、これは、いい子だぞ、イタリアの。で、飲めるようになったの。いや、それで飲んでたとか、飲めるようになったとか、もうハマっちゃったね。そっからなんだ。いや、本気でうまいですね。その普通のコーヒーじゃなくてエスプレッソなんだ。ブレンドコーヒーとかじゃなくてエスプレッソ。あのね、この濃いね、ちょっとこうとろみがあるエスプレッソを飲んじゃうと、うん、もうこのなんか薄い感じのこう飲めなくなるというか。やかましいな。濃いのくださいみたいな。いや、やかましいんだよな。でもそれこそあれ。濃いのください。いやいや、いい、ちょっと静かにして、今俺が進めるから。え、これライブですよね。そうだよ。今、何分ぐらい経ったんですか？いやいや、時間気にすんな、まだいけっから。いや、違う。次の予定ありましたよ、僕。いや、なんでそんなのと、なんで行きますね、なんてできないからね、これは。みんな楽しみにして見てんだから。ありがとうございます。で、まあ、東京、違う、今、はい、東京の話とかも出たけど、東京、FC 東京の一番の思い出は？思い出ですか？ああ、印象残っていることが FC 東京の時。いや、それはあれでしょ、僕がチェゼーナ決まって、その行く、出発する、イタリアに出発するときに、僕が FC 東京にのみんなに挨拶したんだけど、その時にホワイトボードに書いたんですよ。うん、その時ニュースさんに最後会えなかったんだよね、多分確か。ああ、そうかもね。で、そう。うん、もうあのニューさんに行ってきます。イタリアのチェーゼナに行ってきます。いや、知ってるよ。さすがに俺も当分それネタにしてたもん俺。あいつチェーゼナって言って行きましたっつって。いや、やばいでしょと。自分が行くチームを間違えるなんて。よくチェーゼナ、正解は。もうチェーゼナって言って、ホワイトボードに、で、ニューさんって言って書いてたの覚えてますあれ。いや、覚えてるよ。俺は。それ。うん、それじゃねえ、その思い出っつったら別に浅くねえかちょっと。いやいや、僕にとってはもうめっちゃ深い思い出やって。いや、そうなの、それで、うん、でもそういう意味じゃあの時おまだ現役で やってろよみたいな感じで俺に。あ、そうそうだろ、僕がいつか帰ってくる時は現役でやってんじゃないって言ってたでしょ。多分こう今見てる人たちいつ帰ってくんだって思ってんじゃないこれ。誰が見てるか知らないけど。これみんな今みんな見てる人超ドキドキしながら聞いてるぞ。あれなんて言うのかなみたいな。いや普通にさ、やっぱ僕もね、やっぱり FC 東京のその思いっていうのは強いからさ、それはね、もちろんあのいつか僕もあの出てあの出発イタリアに出発するセレモニーの時にスタジアムで、うん、ね、なんかもう、うん、すごい強い強いなんか言葉というかこう、うん、帰ってくるでみたいな、またそうだな、
そう。そりゃね、もちろん、プレイしたいですよ。あ、そう。あ、そう。ただこれはさ、なんだろう。やっぱり、いや、ただこれは早くなかった。ただこれは早くなかった。いや、違う、その、ちょ聞いて、ここから聞いてください。OK。ただこれはさ、ね、なんだろう。なんか俺の思いだけで成立するものではないからさ。まあ、ある金だよな。俺がじゃあ言ってくね。そうそうじゃねえよ。え、何そうじゃねえ。金だな。じゃあ金だ。お前、今の返事早すぎてこっちはビビったぞ。今聞こえなかった。そうじゃねえよ。本当だって適当にうんって言っちゃった今。ネット上状況が悪かっただけ今。あ、そ、え、そう、今なんか聞こえづらかったよ。ああ、そうなの。金って言ったらそうって言ったから、やべえなこいつって思ったよ。いやいやいや、まあだからさ、とにかくそう、うん、僕まあまあFC東京もね、僕も本当にこのなんだろうな、自分の思いと、うん、フィジカルコンディションも含めてね、これ本当チームに貢献できるっていうものがあって、うん、あとは本当に、まあ、クラブもそうだし、うん、羽生さんがまあ求めてくれたら、うん、OKOK、もういいやその話は。最近なんか、いや、俺司会だから、司会だから言うこと聞いてもらっていいですか、一回。了解してください。わかりました。ね、うん、なんか、最近の悩みある なんでさ、さっきまでめっちゃ熱い話をしてたのに、なんすか、その質問。いやいや、申し訳ない。司会とか慣れてないもんで、最近の悩みとか聞いとこうかなと思って。多分、ファンの人も気になってるから。うん、悩み。いや、マジで悩みないっすね、僕。いや、すげえな。ポジティブな。いや、悩みというか、多分すぐ処理するんですね。多分処理能力は早いですね。ああ、もう。人なんで感情あるんで、僕も。うん。うん。まあ、不安になったりとか、緊張したりとか、なんかこう、うん、怒りがあったりとか、それはもちろんあるんですけど。うん。そっからの処理能力めっちゃ早いと思いますね。ああ、そう。まあ、リバウンドメンタリティ的なね。ああ、それそれ。ああ。それがね。まあ、でも、なんか、ね、ネガティブなこと起こっても、まあ、次何しなきゃいけないかを考えることの方が大事だみたいな感じってことね。そうそう、そこになんかもう、とらわれるということは、沈まないですね。それとともに、その感情のとこが。うんうんうん。だからもう、溺れそうになってももうすぐ行きますよみたいな。まあでもそれ確かに優斗を支えてるメンタリティの一つかもね、その強さっていうか。あ、多分それそうですね、僕それは強みだと思ってますね、自分の。待って、太鼓叩けって言ってもとりあえず一生懸命太鼓叩いてな、でそっからふざけんなと思って練習してな、試合出たいと思って出て。本当っすよ。そうでしょ。そうっすよ。それは確かにすごいね。いや、逆境大好物なんでしょうね。すごいね。え、ゆうとって今何歳だっけ？ゆうと何歳になった？え、僕今33で、今年34になりますね。おー、でもまだ34か。そんだけ意識高いって言ったらあれらしいよ。うちのケントいるでしょ？はいはいはい。がね、代表で一緒になってゆうとのね、意識の高さにビビってたっつってたよ。そんな高いの？いや、まあ意識の高さで言ったらもう長友でしょうね。いきんな。で昔からあれだったもんな、腰が悪かったから体幹とかまずちゃんとしなきゃいけないのって言ったの。確かそうですね。そうですね。そうだよね。いや、というか、いやいや、マジで能力あったら、うん、多分多分サボってますね、僕、サッカーの能力あったら。ああ、でも、そうね。でも、そうそう、自分がそこらが、もう誰よりも劣ってるって分かってるから、人よりもとにかく、まあ、ストイックにというか努力して、うん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 、じゃないと生き残っていけないんですよ。まあ確かにそうだ。だから俺もそうだけど、なんだろう、自分がスーパーの人じゃないって思ってるから、もっと考えなきゃいけないとかって思ったり、工夫しなきゃいけないとかって思ったりっていうのはまあ一緒ってことだよな。まあ、確かにユートなんて海外に行ったらな、サイズ的にもちっちゃいし、あれだけど、それだけやってんの。いやいや、バケモンばっかっすよ、ほんまに。一番やべえわみたいなやついる？一番やばいの？ああ、退治して。もうちょ
一番やばいのというか、もうめっちゃいすぎてさ、もう言ったら、いや、サバンナに行きますよみたいな、サバンナに出ました、もうライオンだらけだみたいな。確かにね。俺も最近さ、引退してさ、今までで一番対戦した人で、誰がうまかったですかとか言われるけどさ、みんないい時は誰でもうまいもんな。いや、やばいっすね。いや、ほんまに、もうライオンとかチーターとか、もうばっか。そうだな、すごいな。やっぱもう。草食動物いいですかみたいな。肉食だけですかみたいな。どんくさいやつとかいない。いや、基本やっぱり、まあ、その、トップレベルはですよ。やっぱりその、チャンピオンズリーグ出るレベルとか、うん、まあまあ、セリアとかもそうだけど、のトップのところは、やっぱりもう、バゲモンばっかですね。でも逆に、反対あれなの？なんだ、逆に言ったらそういう意識が高いみたいな人とかっていないの？あのね、たまに、あ、まあまあまあ、いるのはいますよね。やっぱり、結構その上に行けば行くほど意識高い選手が多くなるなっていうイメージ。あ、いる。あ、そうなんだ、やっぱ。なるほどね。勉強になりますね。いや、全然心どこにいたい。いいな、ツッコミも成長してきたな、やっぱり。いや、やっぱニューさんいいっすね。ニューさんマジFC 東京時代から好きだったもん。いやいやいや、なんでいきなりその話だよ。いや、やからだってこれ、だって僕ね、やりますって自分から言ったわけじゃないですか。いや、そんな無理くり言われたからしゃあなしでやったんだろう、どうせ。どうですね、次の予定が気になっちゃってんじゃん、だって。そうですね。そうですね、じゃねえ。とっとと終わらせましょうじゃねえや。いや、とりあえず、はいはい、何ですか。あれは、子供生まれたんでしょ。はいはい。な今どんぐらいなの。今2歳と、8ヶ月ですね。2人ね。うん、2人。ああ、調子、みんなそっちにいんの？もちろん。みんなこっちいますよ。なるほど。そうそう、トルコとかもうどうなの？今はもう全然まっさらみたいな感じ？本当に。なんていうか、外出禁止？あ、今はね、トルコ、ね、10万人以上感染者いて。うん。で、週末はね、先週は木、金、土、日、4日間、もう完全ロックダウンですよ。だからスーパーとかも開いてないです。ああ、そう。で、金土日、今週は、まあ、完全ロックダウンで、みたいな。ああ、そう。うん、まあでも、よくはなってるみたいですよ。ああ、そう。はい。そうなのね。いや、全然興味ない。大変だ、トルコも。興味はあるよ。いや、ほんまに大変ですね。うまい、そう。いや、みんな大変だよな、マジで。もう。正直しんどいもん、家とかずっといんの。いやー、間違いないですね。ああ、いや、うん、トレーニングしてんすか？なんもしない。あ、違う、だからあのね、 YouTube 見て、なんか10分間運動しましょうみたいな出してる人とかいるから、それを一緒にやってる。いやいや。いや、むしろさ、俺の YouTube で体幹トレーニングめっちゃ見てる。いやいやいや、それね、じゃあ、ユータンとか絶対無理だって思ってるから、ユータンとか絶対見ない。初級編しか見ないから、俺。いやいや、初級編とかもう絶ダメでしょ。いや、もういいんだ、いいんだ、そんなに体落としたら。ちょっと俺も一回やってみてくださいよ。マジでいい感じ聞くから。いや、だからできないじゃん。いやいや、できるできる、ほんまにできるから。今後何、それ YouTube どんどん上げていくのよ。体幹トレーニングも今もう毎日更新してますよ、僕。あ、そう。まあ自分でもトレーニングになるんで。ああ、確かに。あ、ちょっと見たわ、あの変なあれだろ、イケてる、なんだあれ、なんつうんだっけ、ベランダじゃなくて、なんつうんだっけ、あれの、バルコニーみたいなとこでだろ。バルコニーですよ。いや、最高っすよ。まあ、海がね、トルコ、イスタンブール、海がもうあるんで。ああ、最高。めっちゃいいとこっすね。大好き。体感しやすい。いや、しやすいも何ももうしすぎて、もう、キレキレや。体仕上がりまくってるもん。いや、ほんまに。ああ、そう。じゃあ、なんかコロナね、うん、みんな落ち着いたら、トルコツアー行きたいね、うん、指導教のファンでね。
来てくれるんですか。うん、あの多分ファンの人が行くから。いやいやいや、ユウさん来てくれないの。いや、何なんですかそれ。招待してね。じゃあ招待して。いやまあちょっとでもあの俺あのどうなるか分かんないんで。いやいや、やばいやばいやばい。じゃあね、そんな話でもうね、ぼちぼち30分っていう時間が近づいてきてるから。ああ、え、ほんまや、あと5分。だからそういうことなのよ、お前。次のさ、めっちゃ早いやん。で、いやいや、お前が次の予定あるとか言って、どうしよっかなみたいなずらしてたじゃん。マジか。そう、だからまずは、まあ、はいはい、どうだった、みんなと、みんなとというか、これ今後もなんか YouTube で多分うちのチャンネルから、あ、うちのその、うん、分かるチャンネルあるの、エシドギョチャンネルに流れるんだけど、これがこれまたどんどん出てもらっていいかってみんなが言ってるらしいよ。あ、そうなんすか。ああ、あの、考えておきます。そうだな、そうだな、そこは冷静なんだよな。そこは冷静なんだよ。賢い、賢くない。俺だってか、ああ軽はずみだってさ、そうだな、今やりますってさ。そうだな、やらなかったらもうそれはダメでしょ。嘘はついてないですか。 OK、 じゃあそれは一回こっちでもらっておくから。じゃあ今みんな、はい、あのこう多くの人が見てくれてると思うんだけど、この企画限定のプレゼントとかってもらっていいですかね。なんかメッセージ付きのサインとか。おお、もちろん、そりゃそうですよ。あと俺にも1枚送ってね。いや、絶対ない。あのチェーゼナで、チェーゼナでお願いしますね。チェーゼナのサイン欲しいんで。それいいかも。いや、OK、素晴らしい。それいいね。はい、ね。で、まあ、いずれどっかね、代表かわかんないけど、帰ってくると思うから、その時で、で、あの、もらえたらなとは思ってて。はいはいはい、で、今、ご覧の皆さんにで、あ、まあ、いいよね。だから、1?2? え、なんすか、あ、枚数ですか。うん。まあ、いや、いくらでもいいですよ。じゃあ3だな、3にしよう、レア感出る。あ、了解です、 OKOK、 3で、3で、はいはい、で今見てる方はこの後公式のツイッターで応募方法を載せますので、ツイッターの方を見てくださいということです。クラブからはよろしくお願いしますてなわけでね、はい、言うとまずありがとうね、こんな時に FC。 いやいや、こちらこそでしょう。まあでもみんな言うとのことは多分期待して見てると思うし、待ってると思うんでね、本当に。あ、ちなみにすみません、今クラブからあれがあって、いつになるか分かんないって言ってました。プレゼントがその発想というか、こういう状況でもありますし、ユートの状況にもよると思うので、そのプレゼントがいつ、はい、発送されるかは分からないっていうのをこう理解してくれた上で応募してくれると助かりますとのことです。それではですね、言うと最後にそうやってみんな期待してるファンに一言ということで、ファンにね、俺にじゃなくてファンの方に、はい、いい顔で、いい顔で、いメッセージ、いい顔でメッセージ、ちょっと悪いけど、ちょっと悪いけど、ちょっと悪いけど、いい顔で、その中でもいい顔でお願いします。どうぞ。FC 東京のサポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。FC 東京の応援もありがとうございます。まあ今サッカーがない状況で、僕らもね、サッカー選手もストレスがたまりますし、ファンの皆さんも試合見たいなって思ってると思うんですけど、とにかくこのコロナの状況、大変な状況なんで、みんなで、まあ、力を合わせて支え合って乗り越えて、そしてサッカーできるようになったら FC 東京優勝でいきましょう。お願いします。これからも、え、まだあったんだ。マジでごめん、今のはマジでごめん、今のはマジでごめん、一番大事だ、ごめん、今のはマジでごめん、こっちも慌ててるから、司会だから。ちょっと待って、忘れたわ、何言おうとしたっけ。これからもでいいんじゃない。あ、そうそうそう、これからもそう、これからも FC 東京よろしくお願いします。青山の魂長友もよろしくお願いします。 OK 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 O
あでも、本当にありがとうね。とりあえずは。こちらこそ。で、皆さんに対してもそろそろ、皆さんもこう、アワカステイホーム習慣はこの後まだまだ続くということで、皆さんもぜひ、FC東京と一緒にステイホームしましょうということで、本当に30分だけでしたけど、楽しい時間をありがとうございました。また会える日を楽しみにしてます。固くね視界が慣れてないから。いやいやいや。慣れてない。ありがとうね。これで終わりだから。ありがとうございます。またみんな手振って。何？はい、日本帰ったらまた会いましょう。よろしく、よろしく。ご飯連れてください。はい、どうも皆さん。じゃあね。どうも。ありがとうね。バイバーイ。はーい。